たいと思います。実際に AKB48 モバイルがオープンしたのは2007年4月16日ということでですね、その頃について話をしたいと思うんですが、はい、6年前6年前です。私は3年生ですよね。3年生は友達ができ始めた頃で、私10歳で小学校4年生とか5年生ぐらいですかね。もうね、卒アルとか見るとすごいパンパン、なんか顔がもうすごい大きくて、でもなんかまあ今はこういう状態になったので、よかったね、ちょっと通じも合わせてきてね、はい、ちょっとなんか最終的にいい感じになったんで、いい感じで、ね、よかったね、よかったね、みーちゃん、みーちゃんもうね、バリバリステージ立ってたからバリバリいましたからもうその時は何歳ですか？その時はだから14歳、中学2年生入って1年目ぐらいで、もうね、バリバリ歌って踊ってましたから、ちょっとそういう可愛らしいエピソードはないんですけれども AKB イントロドン。そうですね、思ったし、